何でもいいからとにかく喋ってみたらいいじゃない、一声出してみるっていうことがまずもう本当に初歩の初歩だと思うんですよね。小さなことでも大きなことでも何か目標があるといいかなと思います。覚悟を決めて全力で出し切って後悔をしないように選択するっていうのは大事だと思います。あ、もう何でもやりたいんですよではなく、トップ1を必ず作っておくっていうのは大事なのかなっていうふうに思ってます。なりたいと思った時がやり時かなと思うので、ぜひ勇気を持って一歩踏み出してほしいなと思います。自分がそのキャラクターになって、それをかつ声だけで表現するっていうところがやっぱり声優の魅力なのかなと思いますね。学校で学んで、そしてプロでやってっていうこの一連の流れというか時間はすごい大切だなって感じますね。いろんなところから引き出しを増やしていくっていうことが大切なんだっていうのを教わりまして、諸先輩方の芝居を隣のマイクでお芝居させていただくっていうのはここまで来たんだなっていう達成感、本当に嬉しいですね。いろんな経験であったりとか役者にとって全てプラスになると思っているので、後悔のないように役者道を進んでいってほしいなと思っております。声になってそのキャラクターを演じる楽しさをぜひやっぱり感じてほしいなと常々思ってます。